シッピングポート原子力発電所は、ペンシルベニア州オハイオ川沿岸に位置する原子力発電所、ピッツバーグから直線距離で約40キロメートル。世界で初めて平和的な目的で建設された各施設として知られている。1954年9月6日に建設、1958年5月26日に創業を開始し、 1982年10月1日に創業を終了した。最高責任者はアメリカ原子力委員会のハイマンジー・リッコーバーであった。この施設の建設には7250万ドルかかった。すでに創業を停止しており、現在は廃炉である。加圧水型原子炉を採用した発電所だが、原子炉全体を動かす設備などの配置は今日とは違い大掛かりなものとなっていた。 タービン建屋、蒸気を作る建屋、その他建屋に分かれており、それぞれ原子炉建屋に独立した形でくっついた形状となっていた。なおこれらは原子炉建屋と同じく厳重なものであった。また、タービンは屋外に設置されており、タービンの下に電気機器が収納されていた。原子炉圧力容器の重量は約821トン。解体の際切断せずに直接運び出し、 そのまま直接埋設処理された。原子炉技術者の教育として、原子炉運転を学ぶ訓練プログラムが用意されており、海外からも研修を受け入れていた。日本の原子炉主任技術者の口実試験の受験資格として、シッピングポートの訓練過程が認可されている。現在では、原子炉及び原子炉建屋は解体されており、さらちとなっている。 跡地は解体撤去した後に1メートル土を削り取り、コンクリートで埋めた後、10センチ程度の土を被せてある。また、芝生も植えられている。タービン建屋、制御室などがあった、事務建屋などは管理されており解体されていない。廃炉の予算は当初1億2千万ベドルで始められた。ユナイテッドステーツゼネラルアカウンティングオフィス、シッピングポートディ・カミーシャニング。 ハウアプリカブルアーザレッスンズランド http コロンスラッシュスラッシュ www.gov スラッシュアセッツスラッシュ220スラッシュ 213114.pdf 2012年5月9日へつありがとうございます